はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。来ましたね、プニキュービ超出現率アップ、ワイポイントでマスクプニプニ工場ガシャから SSS のプニキュービの出現率アップ中。これね、特攻ってやつですね、いわゆるね。さあ中身は 1.6? うん、やっぱり 1.6 か。最近のトレンドだな、 SSS1.6 の、あ、1.6 じゃねえや。SSS が2体だから 1.3% なんだ。これは渋いな。そして本当はね、横取り用でプニプニ工場長が欲しいんだけど、まあね、どうするかってとこだよね。ラストチャンスまで待つか、うーんっていうとこなんだけどね。はい。6日目です。はい、そしたらね、ガシャ回していきましょう。メインヤカと、サブアカで回していきたいなと思います。うん。ちょっとね、まだ実はね、カチカチ侍、まだ攻略してなくてね、ちょっとワイマネ稼ぎしてね、妖怪の強化を図ってたんだけどね、まだ微妙に倒せないんだよな。技レベル、あれマックスじゃなきゃダメかね。日の神シャドウがいないんだけどね。うん、さて、ギリギリ20連分貯めました。かなり大変だった。ね、サバカもね、サバカ一応30連できんだけど、20連にしようかな。20、20。一応やってみたいと思う。まあ、プニキュービ出たら、もうそこで終わりでいこうかなと思います。いや、次のシャドウサイドイベントに貯めた方がいいんだろうなと思うんだけど、目の前にあるとやってしまう。とりあえず、金が欲しい。ああ。まあいいでしょう。ウォールガイ。ライドオン。ヤマト。バグ、爆走なんとか。クイージーじゃない。もうわかんないかな、ちょっと。はい、なんかね、最近赤出ないんだよね、自分。さあ行きましょう。まあ特攻何も出てないからね。止まったら、キャー、全北韓北さん。そしてじゃあラスト金。うい。キャー、全北韓北さん。ひどいな。もうガシャウンがもうここ2イベントガシャウンがないね、もうね。あー、ゼロになっちゃった。1だ。いやー、これもう次シャドウサイドイベントなのにワイポイントがないよ。金2個。でもね、またね、ワイポイントプレゼントあると思うんだよな。新規お客さんをね、獲得するために、まあ、最初ね、リセットマラソン用の、うん、必要だからね。だから、Y ポイント、プレゼントあると思うんだよね。さあ、順調に赤ないね。もう最近、メイン赤ダメなんだよな。はい、じゃあ、金いきましょう。ブザ・シャーク。三国志だったら超嬉しいのに。さあ、ラスト。いやー、本当に9000ポイント一生懸命貯めたのにな。ということでね、いやー、もうこれはちょっと技レベルマックスにしてね、いやー、倒すしかないな。はい、じゃあちょっとガシャは残念でした。さあ、じゃあちょっとサバカやります。サバカもあるんだよ。もうドリームルーレットな、こう、やけくそなドリームルーレットね。おう、渡り、いや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 、もうこの運も見放されてるね。おお、でも天下無双いいね。使えるのね、天下無双。スコアアップ。オッケー。じゃあサブアカ行こう。はい、じゃあサブアカ来ました。まあサブアカはね、日の神シャドウあるんだけど、まあ黒い妖怪ウォッチがなくて、まあ、さらに技レベルも超低いって感じだからね。これも結局かなり厳しい戦い。さあ、ちょっと運を落として、いつものごとく20連ぐらいかな。やりたいと思います。まあね、いろんな方の情報を知ると、プニキュービさえ出ればね、カチコチ野郎は倒せそうなんで、うん、行ってみましょう。まあちょっと今後のためを思って10連20連かな。いや、ほんとシャドウサイドの時にめっちゃやりたいんだよね。だってさ、いや、キャラ何体いるっていうぐらいめっちゃいるよね。映画の時ぐらいいっぱいいるしさ。で、かつ、なんて言うんだろう。
や、それ全部どうすんのっていうね、収まりきらないじゃんっていうね。終わった後でもやるんかな。まあそれでもいいけどね、3月後半4月頭でもいいけどね、収まりきんないでしょっていうかね。アシュラとか白虎もあるし。さあ行こう。ういおお、来た。プニキュピー、担当担当、ヒットポイント高いよね。争奪戦で役に立つね。タントゲット、マジかよ。あ、そう、まあ、サブアカだからね。そうそう、持ってない妖怪多いんだよね。というわけでラスト10連で、結局40連やりました。もうこのイベントはもうガシャこれで終わりですね。ラストチャンスももうなしだな。この分だともうワイポイントないからね。だからもうほんと技レベルマックスにして、ほんとあのなんとかね、死に物狂いでカチコチ侍を倒してワイポイントをね稼ぐ、もう悲しいほどにワイポイントを稼ぐしかないかなと。よいしょ、ダメだ、金がほんと出ねえんだよな。よし、それで最後ブー、闇キュービー。ということでね、 SS も出ずに、珍しいなこんなガシャという形で終わりました。今回ね、あ、エジソン持ってんだよな、この前出たんだよな。というわけでエジソン最後やろうかな。うん、でも SS かなりいいよね。この猫2世だけかいいの。うん、まあ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 、こんなもんだよね。50連ぐらいやんないとな、厳しいよな。はい、じゃあちょっとガシャはこんな感じでした。はい、そしたらね、横取りというかお宝の状況はまだ実はね、必殺の秘伝書まで行ってで、ね、最後黄色が全然出ませんという形で、ダブリも2桁がね3箇所という形で、うん、まあかなり悲惨な形でね、もうやっちゃおうかななんて思っちゃうんだけど、まあ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 ね、3月9日にね追加マップが開放されるので、まあそれに合わせていいのかなって思いますね。実際この表変なの時はね、横取りなしでこんなねダブリが2つだけで集まるという超奇跡なことが起きたんだけど、まあ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 この辺運だからね、しょうがない。うん、確率的にはね、だいたいドロップが2割だから、うん、2割でさらにそれの8分の1、なんか10分の2かける8分の1だよね。うん、80分の2、40分の1、0.25、まあそんぐらいのね、 2.5% ぐらいの感じの最後の1個はね、そんぐらいの確率なんでね、まあまあまあ計算あってかな。うん、まあ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 しか言ってないけど、まあでもね、本当に3月9日までね時間があるので、まあね、もう無課金でね、あのゲットできるチケット決まってるんでね、もうしょうがないなと思います。じゃあ最後ね、ちょっと今回最初のガシャでゲットしたエジソンやってみましょう。エジソン持ってないのでね、だからとてもゲットしたい。うん、この夏希メンバーで食い物は持ってるハンバーガー。さあ頑張ろう。さあスタートでウィッスーということで、ダブルバーガーだったら99巻だけど、まあまあまあ。というわけで、やべ、ジェントルメン剣打ったらすぐ倒しちゃうよな。ちょっとうわ、間違えたな。土の子がいるぞ。ワイポイント稼げるわけでもないのに土の子がいるっていう、なんかちょっとミスチョイスをしてしまい、なんか夏希があんま打てなさそうな。フィーバーまで持っていけるほど、持ってくれるのか、エジソンは。なんかすごいやりづらいぞ。カチカチプニばっかやってるから、何この揺れるのって感じで、普通のプニがやりづらい、何こんな揺れちゃうのっていう。なんか船用になった気分なんだけど。え、皆さん普通のプニまあね、ワイポイント稼ぎでね、あのやってる人とかはね、あんまり違和感ないんだろうけど、あれ俺こんなに、ああ打てなかった。
頼む、せめてこっちは。え、こんな経験値玉とかも落ちないことなんてあるんだ。すごいな、もう運がなかったっすね。エジソンな、スコアタ、ただでさえスコアタ下手くそなのにエジソンもゲットできないとなるともういよいよだなって感じだね。まああとはキラコマパスとリビアパスあるんだけど、まあ持ってるんでね、こんな感じかな。はい、じゃあ今回はラストチャンスじゃなかった、プニキュービー超出現率アップガシャ40連やってみました。皆さんどうだったか、どうだったでしたかね。あのコメントなどで教えてください。はい、じゃあね、自分はねちょっと勝ち越し侍ね、もう技レベルマックスになるぐらいちょっとワイポイント、ワイマネー稼いでね、ちょっとほんと倒したいなと思いますね。多分ね、ガチ勢の方のヒットポイントを見てると7000とか言ってるんですよ。だけどね、自分は6000なんだよね。だからやっぱあれなんだよね、クリスタルレジェンドとかなんかその辺が微妙に持ってないからなのかわかんないけど、ヒットポイントがねそういう人たちと違うんだよね。6400あるか、でもね、まあ、6400あればね、そういけるんじゃないのって思うんだけどね。まだちょっと技レベルがね、まあ上げてきたんだけど、まだまだまだなのかな。なんかね、なんかね3発でね倒せなかったんだよね。うん、なんでね、あの、うん、いやこのねプニプニ工場イベントね、ほんとちょっと次シャドウサイドイベントなんで、ほんとこのワイポイントで絶望的なんだけど、まあね最後まで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあすいません、どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。追加マップはね、新妖怪じゃなくて既存妖怪だと思うね。で、ボスじゃないから、ちょっとそこがなんだろうなってちょっと思ってますね。うん。はい、じゃあ本当にバイバイ。